はい、ウクレレだるまでーす。本日はついにレギュラーのフェイマスを入荷してしまいました。今までね、あのミニソプラノ、ソプラニーノとか仕入れてたことあったんですけど、レギュラーのソプラノ、まあレギュラーといってもこのパイナップルシェイプが可愛いからっていうのもあってね、この FS2PG という型番のソプラノウクレレを入荷いたしました。普通のパイナップルと違ってね、ヘッドもこのトゲトゲのパイナップルのね、葉っぱをイメージして作られてて、すごい可愛いウクレレですね。スペックご紹介したしてさせていただきましょう。ボディはオールマホガニの合板ですね。ネックもマホガニ、指板とブリッジが、ウォールナットですね、出てきております。弦はフロロカーボン、フェイマスのフロロカーボンが貼られてます。ペグは5等の一番安いクラスですねのギアペグというスペックです。ナットサドルはプラスチックですね。でしっかりオクターブ調整が施された形で、まあ元からこの状態で作られてるんですけどね、っていうタイプです。フェイマスはね、やっぱナットがすごいベタベタに作られてきてくれてるんで、ほとんど調整いらずです。で、フレットの端もまあまあ丁寧ですね。ちょっと面取りだけちょっとだけさせていただいて、フレットも全体的にちょっと角は取りました。面取りはしましたね。オクターブはまあ、ずれてなくていい感じでしたが、ちょっと弦高のバランスがおかしかったんで、ちょっとだけ削りましたね。なんせね、やっぱりフェイマスめっちゃ鳴りますね。爆音です、本当にびっくりするぐらいで、なんで爆音が出るかっていうとね、フェイマスは、まあ合板やからっていうのもあるんですけど、この後ろの板、本来は後ろの板にも結構力木をこうベタって貼ってたりするんですけど、後ろの木にはなんと力木一切使ってないんですね。だからちょっとね、強度的には弱いです。なんかギュッと押さえちゃうとすぐメキッといったり、まああの合板なので木目に沿ってピキッという感じではなくてね、複雑な割れ方をするんで、逆に割れちゃうと修理が非常に大変なんですよね。トップもまあ一応こことここには入ってるんですけど、実はこの一番響くブリッジの後ろには何も貼ってないんですよね。結構他社はここに厚めの木を貼ってたりだとか、まあ縦にこうね何本か入れてたりっていうメーカーが多い中、一切この辺に一番響くとこに力上げを入れてないっていうのもあってめっちゃ鳴るんですよね。ただやっぱりトップもこの辺は強度弱いので気をつけないといけないんですけどね。で、まあパイナップルシェイプなのでボディの容積が大きいので、合板のマホガニーで弦がフロロカーボンという状況ながら結構太い音も鳴ってくれる。かなりフロロカーボンによってハイも出るし、低音も出るし、音的にはこのフェイマスの FS2PG が最高なんじゃないかという考えのもとちょっと入れちゃったんですけどね。塗装はねサテンフィニッシュ、ツヤ消しなので、ツヤツヤが欲しい場合はあの FS の5、いわゆる、ハワイアンコアの5番の方ですね、あっちだとピカピカの塗装なのでピカピカ
ウクレレが欲しい場合はそれになっちゃうかなと。フェイマスがいい場合はね。フェイマスは日本製です、ちなみにね。この、仕様で日本製で22,000円、めっちゃ安いですよね。信じられないプライス。恐ろしいですね、このスペックで2万円っていうのは。ただ、ケースは本来はついてこないです。これはちょっとソフトケースのサービスで付けさせていただくという仕様になってますけど、ね、このパイナップルシェイプが1本欲しかったって人にはもってこいのウクレレかな。いや、サブウクレレやからそんな高いのいらんねんっていう人にはね、意外とご自身の持ってるウクレレよりなるかもですよ。めっちゃ鳴ってくれます。本日はフェイマスのソプラノウクレレ、マホガニーの合板仕様 FS-2PG をご紹介させていただきました。それではまた。